日本のコンビニはアメリカでは考えられないことばかり。皆さんはコンビニにどれくらいの割合で行きますか？ほとんど毎日行くという人も多いと思います。中には1日に何回も行くという人もいるでしょう。2023年5月の時点で、コンビニは全国に5万7978店あるそうです。今やコンビニは日常生活には欠かせないものになっています。今回紹介するのは、アメリカ人女性モデルの日本のコンビニに関するエピソードです。アメリカ人モデルを驚かせた日本のコンビニの素晴らしさとは？こんにちは。私はマーガレット。ニューヨークでモデルをしているの。私は仕事柄いろんな国に行くわ。その中で最近とても驚いたことがあったの。そのことを今から報告するわね。訪れてすごくびっくりした国があったの。その国とは日本よ。日本でのショーと CM の仕事が入ってきて、初めて日本に行ったの。実は私は以前からずっと日本に行きたいと思っていた。だから日本に行けるって決まった時はとても嬉しかったわ。日本は今や世界でいろいろな面で注目されていることは知っていたの。だから行きたかったんだけれどね。日本の日常を紹介する動画があったから、日本に行く前にチェックしておいたわ。この動画を見ていると、日本人はよくすみませんって言うのね。私たちの感覚では、すいませんと言うと謝罪していることになるわ。でも日本では、すみませんは謝罪だけではないのね。この言葉は、人に軽く声をかける場合や、ありがとうを示す場合にも使われるんだって。このすみませんという言葉を使う時の、日本と他の国の反応の違いも紹介しているのね。海外では、すみませんと言うと謝罪することになって自分の責任を認めることになるから、簡単にはこの言葉を使わないと解説しているの。アメリカもこの言葉は謝罪、つまり自分の責任を認めることになるから滅多に言わないわ。次は駅のプラットホームの光景が出てたんだけれど、電車が来るのを待っているその姿にちょっと衝撃を受けたの。その光景というのが、間隔を空けてきれいに列を作って並んでいる姿だった。アメリカではここまできっちりと並ばないわ。割り込む人もいるしね。でもこの動画では割り込む人なんかいなかった。足元のマークに合わせてきちんと列を作っているのね。それで電車が来るとすぐには乗らないの。人が完全に降りてから乗り込んだわ。これらの行為を海外では、周りを思いやりながらルールに従う日本人の行動だと高く評価しているのね。次の動画を見ると、日本の電車は時間通りに来るということが紹介されていたわ。もしも電車が遅れた場合は、遅れたことを証明する遅延証明書がすぐに発行されるシステムになっているのね。アメリカでは電車が遅れることは結構あるのよ。日本に来た外国人は電車が遅れないということに感動するんだって。ここまでの動画を見てて早く日本に行きたくなったわ。次はおもてなしという日本特有の文化についての動画だった。おもてなしというのは日本のホテルや飲食店などでのサービスの丁寧な対応を指す言葉なの。飲食店で最初に出される水やおしぼりはサービスで無料なんだってね。びっくりしたわ。アメリカも含めてサービスが無料の国ってほとんどないと思う。さらに動画では銀行での案内係の人や買い物をした時の店員さんの対応などが紹介されていた。アメリカでは絶対ないような応対だったわ。日本ではチップの習慣がないのね。こんなに丁寧なサービスをしているにもかかわらずチップを取らないなんてすごいわ。外国人が食事をした後にチップを置いて店を出ようとしたところ、店員さんが忘れ物だと思って返しに来たというエピソードが紹介されていた。チップの習慣がなくても丁寧なサービスをする日本人のおもてなしは本物なのかしらと思ったわ。日本は治安がとてもいい国なのね。動画では電車の中で寝ている人の姿が映っていた。アメリカでは電車の中で寝ている人はいないわ。電車の中で寝ていたらスリに財布を取られてしまう。他にも自動販売機が至るところにあるのね。アメリカでは自動販売機は壊されて中の商品やお金が盗まれることが多いのよ。でも日本ではそんな事件が滅多にないから広く普及したのね。
日本では忘れ物や落とし物をしても無事に戻ってくるらしいわ。日本人はたとえお金を拾ったとしても警察に届けるのね。何でも日本人は自分の落とし物が戻ってくるととても嬉しくて、その時の気持ちが落とし物を届けるという行動をさせるんだって。日本に対する思いがますます強くなってきたわ。そしていよいよ日本に行く時が来たの。ショーと CM 撮影の仕事で2週間ほど日本に滞在することになっているから、日本のことを知ることができると思った。そして日本に行く飛行機に乗ったわ。14時間ほどで日本に着いた。飛行機の中では今まで調べた日本のことをもう一度しっかり確認したわ。空港から都心まで私は鉄道で行きたかったけれど、時間がなかったのでタクシーで行ったわ。動画で見た駅の状況を実際に見たかったのね。私が移動するときは大抵は車なの。でも今回は電車での移動も許可してもらったわ。動画で見た駅の様子や電車の中の様子を確認しないとね。それで私が日本でいろいろ経験した中で最も驚かされたのはコンビニに行った時のことなの。検索してみると日本のコンビニについて様々なコメントが寄せられていたわ。私は朝ごはんはほとんどコンビニのおにぎりというくらいコンビニのおにぎりが好きなの。ツナマヨが一番好きかな。コンビニに行くと必ず買うのがおにぎりなんだ。値段の割には結構お腹にたまるよね。コンビニのおにぎりはすごく人気があるのね。私も何種類かのおにぎりを買って食べてみたけれど、どれも美味しかったわ。コンビニのおにぎりランキングというのがあったの。1位が和風ツナマヨ、2位が焼き鮭、3位が紅鮭、4位がシーチキンマヨネーズ、5位が鶏五目と続いていくのね。私はコンビニに売っているチキンや肉まんなどのホットスナックをよく買うの。様々な種類があって選ぶのが楽しみ。僕は唐揚げをよく買うよ。温かくて気軽に食べられるからね。コンビニに行くたびに買いたくなるんだ。私は肉まんが大好き。レジに並んでいるとレジのすぐ横にあるので必ず買ってしまうわ。ホットスナックは温かくて気軽に食べられるという理由で人気があるのね。一番人気はチキン系なんだって。特にスパイシーチキンは人気があるそうよ。コンビニのコーヒーはほとんどが100円。朝コンビニによって必ず買うよ。100円なのに美味しいなんてすごい。私はアイスコーヒーが好き。安いのに美味しいなんて、私もコーヒーを飲んでみたいわ。私は寒い時はホットレモンをよく飲むの。体が温まるし、心もほっこりするから。コンビニはペットボトルが手軽に買えるからよく行くの。コンビニは飲み物も充実しているよね。ジュースもお酒もコンビニで買って家でゆっくり飲むのが好きなんだ。日本のコンビニは飲み物の種類が多いんだってね。私がコンビニに行くのはもちろん食べ物を買うためだけれど、ついでにコピー機を使うのも目的の一つなの。家ではコピーできないからね。コンビニのコピー機は機能が多すぎて使いこなせないくらいよ。僕は電気代やガス代をコンビニで支払っているんだ。日本のコンビニは食べ物や飲み物だけではないのね。コピーサービスや公共料金の支払いまでできるのね。まさしくコンビニエンスストアだわ。日本のコンビニには様々なものが置いてあってすごく便利だよ。初めてコンビニを利用して驚いた。日本のコンビニって年中無休なのよ。いつ行っても営業しているからとても助かるわ。実は私が日本のコンビニで一番びっくりしたのは、コンビニがいつ行っても営業しているということだった。私、夜中に目が覚めてしまって、すごく喉が渇いたの。ホテルの部屋の冷蔵庫にも飲み物はあったんだけれど、昼間行ったコンビニで見た飲み物がとても飲みたくなったのね。でも夜中の2時だし、外に出るのはすごく不安だった。でも欲求に負けてしまって、外に出て近くのコンビニに行ったの。近かったからすぐに着いて中に入ったわ。こんな時間に女性が一人で外に出て、いくら近いと言ってもコンビニに行くなんてニューヨークでは考えられないことよ。中に入って驚いたのは昼間の様子と全く同じだったことよ。人も結構いたし、お店の人も別に警戒する様子もないし。私は店の中を歩いたけれど、私のことを気にするような人もいなかったわ。
その時私は思ったの。あの動画にあった電車の中で寝ていても何も起こらないことや、落とし物がほとんど返ってくることや、さらに今の夜中のコンビニの様子などから、日本って本当に治安のいい国なんだって。私はすっかり日本のコンビニのファンになっていたわ。仕事の合間には必ずコンビニに行って歩き回るのが習慣みたいになってしまったの。私はスーパーモデルの日本のコンビニ食べ歩きというテーマで自分の SNS を通じて発信しようと思った。だから仕事で日本にいる間にいろいろ取材することにしたわ。それで CM の仕事で親しくなった日本人のルリカに一緒に行ってもらうことにしたの。ルリカもコンビニが好きで、一日に何度もコンビニに行くそうよ。歩き回りながら、ルリカとコンビニの商品をいろいろチェックしたわ。おにぎりの種類の多さは先に紹介したわね。お弁当も種類が多いのよ。鶏飯ご飯、洋風幕の内。幕の内というのは、数種類のおかずとご飯からなるものを言うんだって、ルリカが教えてくれた。幕の内弁当はとても人気があるのね。おかずがいろいろ入ってて、見た目にも美味しそうだわ。一膳ご飯というのもあったの。一膳はご飯一人前という意味で、ご飯の上におかずが乗っているものなのよ。私がとても日本的だと思ったのが、海苔弁当という弁当。ご飯の上に海苔が敷いてあって、その上に魚のフライや揚げ物が乗っているの。ルリカは海苔弁当が大好きなんだって。すごくお得感があるのね。今日は海苔弁当を買って帰ろうと思ったわ。ご飯の上に牛肉を乗せてある弁当もあった。これは牛カルビ弁当よとルリカが言ったの。カルビが美味しそうでこれにしようかと思ったくらい。鶏の唐揚げ弁当もあったわ。みんなが好きな唐揚げ。唐揚げは仕事が終わった後にみんなでご飯を食べに行くときによく食べるのよ。私のスタッフはみんな唐揚げが大好きなの。日本のお店の唐揚げは他の国にはない美味しさで、すごいペースでみんな食べるのよ。明太のり弁当というのがあったの。明太というのは、明太子といって、タラの卵のタラコを塩漬けにして、塩を抜いた後に、唐辛子や昆布、砂糖などの調味料に漬け込んで発酵させたものを言うのよって、ルリカが教えてくれたわ。だから明太子は少し辛いのね。私は辛いものが結構好きだから、食べてみたいと思ったわ。チキン南蛮弁当というのもあったの。ルリカが、南蛮というのは日本の戦国時代の頃にやってきたポルトガル人や文化のことを表す言葉なの。そして彼らがもたらした食文化の中に甘い酢に食材をつけて作られる南蛮漬けというのがあって、それを鶏肉料理に取り入れたものがチキン南蛮と呼ばれるようになったのよと教えてくれたわ。とんかつ、チキンカツ、メンチカツ、コロッケと揚げ物が中心の弁当がかなりの種類であった。私はこんなのばかり毎日食べていたら体重が増えてしまってモデルの仕事ができなくなってしまうわってルリカと笑ったの。お弁当以外の商品もチェックしないとね。いろんな種類の商品があってチェックするのも大変。でもルリカが率先してやってくれたから助かったわ。まずはお菓子類ね。私はお菓子が大好きなんだけれど、仕事柄あまり食べられないの。だからいつもぐっと我慢しているのよ。今日も見るだけなの。まずはスナック系のお菓子ね。ポテトチップスもたくさん種類があったわ。ピュアポテトと名付けられている普通のポテトにコンソメ味のもの。韓国のり味というものもあった。片揚げポテトというのがあったけれど、私にはよくわからなかったの。ルリカは結構好きらしいわ。究極のだし味で仕上げられているんだって。タルタルソース味というのもあった。チョコレートもたくさんの種類があったわ。私は個人的にはグミのチョコレートが好きなの。量を制限して結構食べるのよ。味もオレンジ、イチゴとあるのね。そのイチゴもアマオーというブランドのイチゴだってルリカが言うの。きっと美味しいに違いないわ。ビターチョコレートをかけたスナック菓子もあるの。袋にあった商品の写真を見て思わず買ってしまったわ。制限して食べないとね。そして私が好きなのがドライフルーツなの。ドライフルーツは噛み心地がすごくいいから好きなんだけれど、ついつい食べ過ぎてしまうから気をつけないといけないんだけれどね。フルーツの種類も多くて見ているだけでも楽しかったわ。みかんは定番よね。
他にもパイナップル、マンゴー、蜂蜜干し梅というものもあったわ。干し梅もルリカが梅を干した梅干しというのがあるの。その梅干しから塩を抜いて水飴や砂糖水に漬け込んだものを干したものなのよ、と教えてくれた。日本のコンビニがこんなにすごい発展をした理由にすごく興味を持ったの。そして日本のコンビニの歴史を少し調べてみたわ。コンビニはもともとアメリカで生まれたのね。氷を専門に売っていた会社が一つの店舗で日用雑貨や食料品などを販売するようになったのが最初だと言われているのよ。そして朝は7時から夜は11時まで営業するチェーン店が誕生して、そのお店の名前をセブンイレブンと名付けたのね。日本では1968年から1970年頃にコンビニが誕生したと言われているの。1973年にファミリーマートの1号店が、1974年にイトーヨーカドーがヨークセブン、現在のセブンイレブンがそれぞれ誕生したとされているのね。そして私が初めて日本に来てすごく発展していると感じた日本のコンビニは、どんな歴史をたどってきたのかますます興味を持ったの。日本のコンビニは日本独自の発展を遂げてきたのよ。日本のコンビニの商品はとにかくクオリティが高いことで世界的にも知られているのね。実際に体験して本当にその通りだと思ったわ。さらに商品を販売するだけではなく、さまざまなサービスも提供しているの。コメントにもあったように公共料金の支払いやチケットの発行もしているのよ。私の SNS で紹介するためにルリカと一緒にコンビニの商品を調べた後でいくつかの商品を買ったんだけれど、その時の店員さんたちの対応がとても良かったの。ルリカはこういう対応はコンビニ以外の店でも同じ、こういう対応がおもてなしよって言ったわ。私はこの後も日本のおもてなしを何度も経験した。私はまた夜中にホテルの近くのコンビニに行ったの。2回目だったけれど、やっぱり驚いてしまったわ。コンビニにいる人もお店の人も昼間と同じで、とても深夜のコンビニの様子とは思えなかったの。アメリカのコンビニでは考えられないことで、2回目でもやはり信じられない光景だったわ。日本の鉄道も経験してニューヨークに戻り、私の SNS でスーパーモデルの日本のコンビニ食べ歩きをアップしたの。マーガレットさんは日本のコンビニがすっかり気に入ってしまったようですね。日本のコンビニは今や世界に誇れる文化になっているのではないでしょうか。マーガレットさん、また SNS で日本のことを発信してくださいね。皆さんの感想をぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。